主将の矢島聖羅選手、3年生 A 級7段の選手です。続いてこちらが矢島選手です。さあ試合が始まります。続いて4番席、中津南高等学校副将の小笠原美幸選手、2年生 A 級の選手です。対する関東第一高等学校3勝の逸野博樹選手、3年生、こちらも A 級です。続いて5番席、中津南高等学校3勝の工藤由里選手、3年生。対するのが関東第一高等学校5勝の森田翼選手、2年生。以上です。それでは準決勝が始まります。第46回全国高等学校選手権大会準決勝が今始まりました。メインチャンネルでお届けするのは中津南高校対関東第一高校の一戦です。映っているのは矢島聖羅選手。漏れいずる月の影のさやけさ、何わがた短き足の、まず競技開始の合図があると読書は序歌を読み始めます。朝9時から始まった予選を突破した8校のチームが決勝リーグに上がってきています。先ほど行われた決勝リーグ準々決勝で勝ち上がった4チームの対戦を今この近江管楽館こちらで行っております。これやこの行くも帰るも別れては。それでは増光さん、中津南高等学校それから関東第一高等学校の対戦についてお伺いしていきたいんですが、この2校の対戦率直にどんな印象を持ちますか？知るも知らぬも、はい、矢島選手がやはり圧倒的に強いので、そこを中津南がどうかわすかと思ってましたが、見事に2段の4勝の下田選手を当ててかわしてきましたね、うん、ここは中津南有利だと思います。やはりそれは中津南も予想してというか考えて選んできたというところでしょうか？はい、おそらく矢島選手は真ん中に座るのではないかと予想してたと思います。そしてそこに仲良しの小西副将、逸野三将、この3年生の3人ですね、仲良しがくっついてくるというのは予想してたかもしれませんね。そこに、2番に A 級選手の江淵、中津南は A 級の江淵選手と小笠原選手を座らせて対抗していこうという感じが見られます。れ人忘れる忘れ地の行く末までは。さあこの準々決勝ですが、メインチャンネルでお届けしているのは中津南高等学校それから関東第一高等学校ですが、もう一つの対戦が浦和明の星女子高等学校それから熊本高校高等学校ということで、九州と関東の戦いがそれぞれ繰り広げられています。このあたりはいかがでしょうか？はい、5年前もですね、この場に福岡県の学校が2校残ったり、また去年もですね、中津南はベスト8に残ってますし、福岡高校がベスト4に残ってますし、割と決勝トーナメントに九州の高校が残るというのは最近の傾向になっているんじゃないかと思います。そんな九州勢が勝ち上がってきている、そしてやはり関東勢も強い、そんな風なことが見られる準決勝になっていますが、ではここで中村さんにそれぞれのチームのここまでの勝ち上がりを紹介していただきます。はい、まずは大分県代表中津南高等学校からです。1回戦は鹿児島県代表鶴丸高等学校に3対2、2回戦宮城県代表宮城第一高等学校に4対1、
3回戦が大阪府代表茨城高等学校に4対1、準々決勝が千葉県代表市川高等学校に4対1で勝ち上がっています。続いて東京都代表関東第一高等学校です。1回戦、栃木県代表宇都宮高等学校に3対2、2回戦青森県代表五所川原高等学校に5対0、3回戦山梨県代表甲府南高等学校に4対1、準々決勝は神奈川県代表の平塚江南高等学校に5対0となっています。さあ、増光さん、ここまでの勝ち上がりをご覧になっていかがでしょうか。はい、関東第一はですね、やはり順当だと思います。1回戦こそ2勝2敗からの運命戦でどうなることかと思いましたが、はい、その後はもう着実に実力を発揮して、やはり強いという感じがしますね。はい、関東第一高校高等学校は去年の優勝校になりますが、今増光さんからもあった通り、1回戦が運命戦だったということで、その1回戦の様子を中村さんからこの後ご紹介いただきます。その1回戦なんですが、関東第一高等学校と宇都宮高等学校の対戦になりました。結果的には3対2で関東第一高等学校が勝ち上がりました。その内容なんですけれども、主将の矢島聖羅七段が宇都宮高校の児玉義行二段に3枚差で競り勝ち、そして関東第一高等学校副将の小西美佐子五段が宇都宮高校の蓮見弘樹四段に、なんとこちらは運命戦で勝ち上がって3対2で2回戦に進出したという、そんな1回戦だったんです。やはりこれ矢島選手を相手に2段の児玉選手が3枚差というところで勝った、ね、このあたりが大きく影響したんでしょうか。はい、これ座った段階でですね、関東第一のメンバーは、矢島さんはすごく大差で勝つだろうなと誰もが思ったと思うんです。はい、相手が2段の選手ですから、なのでその大差の予想を覆されて、いつまで経っても勝たない接戦をしているというのに、あらあらあらと小西選手がおそらく引っ張られた形で終盤戦まで行ってしまったのではないかなと予想します。はい、この団体戦というのは5人の団体戦、3人以上勝ったチームの勝ちとなりますが、どの順番に座るかは自分のチームでオーダーを決めることができるんですよね。はい、試合ごとにそのオーダーを決めることができる。これはやはり相手チームのオーダーを予測しながら考えていくということなんですよね。そうですね、選手がどこに来るのか、そしてその選手をどうかわすのか、そういったことを考えながら、予選トーナメントで誰がどこに座ってたかなどを見ながら、やっぱり策を立てると思います。はい、ただ関東第一はもう圧倒的に強いということもあるので、もしかしたらみんな好きな場所に座ろうよって言ってるかもしれないですね。うん、今回のこの準決勝の対戦を見ていきますと、矢島選手は一番真ん中に座っています。去年の決勝は一番端っこの5番に座ってたような気がしますね。一番カメラの手前に映ってたような気がしますが、やはり主将で、もう3年生、これがもう集大成ということで、やっぱりみんなを引っ張って優勝へという気持ちがやっぱり真ん中に座ってるというところが感じられるような気がします。増光さんが筑紫女学園時代に、
3年生で優勝された時主将だったと思いますが、どこに座ってらっしゃったんですか？はい、私はですね、高校生の時から今もなんですけど、1番か5番が大好きなんです。お、橋が好き。はい、橋が大好きです。真ん中ではないんですね。真ん中はですね、あのみんなの様子を見る時に、はい、右も左も振り向かないといけないのが忙しくて、あ、それがなんかちょっと私は苦痛で、端っこだと一方方向だけ見ればいいので、ええ、端っこが好きで、まあ、これ読まれてはいましたけどやはりそういう特徴もこう予選の時とかそういう時からデータを集めたりなんかして、相手チームの研究もあるということですよね。はい、さあ今この会場が映っている奥に座っているのが、さっき YouTube のコメントにもありました久米原さんが気になってしまうというコメント。競技員として今日は久米原啓太郎さんが座っていらっしゃいます。立ち上がれ。やはり正光さん、久米原さん、どこにいても注目されますね。そうですね、久米原さん目立ちますよね。なんか本当はこっちの解説席に来てほしいような気がしますけれども、はい、今日は競技員ということで座ってらっしゃいます。はい、いつもはこうカルタを取る姿が私たちに見せてくれるんですけれども、今日は競技員ということで試合を見守っていらっしゃいます。さあ、そんな中津南高校対関東第一高校なんですが、去年の大会を振り返りますと、はい、準々決勝でこの対戦があったわけなんですよね。そうなんですよね、びっくりですね。去年は準々決勝で中津南対関東第一が当たってますね。はい、結果が3対2で関東第一の勝利となりました。でその後関東第一は優勝したという、はい、ことになりましたので、今日のこの対戦は中津南としては勝ちたいという思い強いんじゃないでしょうか。かなり相当強いと思います。この1年間はほぼ関東第一を目標にやってきたんではないかと思います。びっくりしましたね。一番手前に座っている選手です。中津南 高等学校は工藤選手3年生、関東第一高等学校は森田選手2年生の対戦。ではここでサブチャンネルでお届けしている熊本高等学校と浦和明の星女子高等学校のこれまでの勝ち上がりを紹介していただきます。ではまず画面左側、熊本県代表の熊本高等学校からご紹介します。1回戦は福井県代表敦賀高等学校に4対1、2回戦が山形県代表東欧学館高等学校に4対1、3回戦が京都府代表大谷高等学校に3対2、そして準々決勝は東京都代表駒場高等学校に3対2で勝ち上がりました。続いて画面右側、埼玉県代表の浦和明の星女子高等学校です。1回戦が鎌ヶ谷高等学校に4対1、2回戦が沖縄県代表の那覇国際高等学校に5対0、3回戦が愛知県代表旭ヶ丘高等学校に3対2、準々決勝は静岡県代表の静岡東高等学校に3対2で勝ち上がっています。サブチャンネルの対戦、熊本高校対浦和明の星女子高校の勝ち上がりをご紹介いただきました。それではこちらの対戦に戻ります。中津南高等学校と関東第一高等学校、さあ先ほど矢島選手が真ん中に座っているというお話がありましたが、どこの席に座っている対戦が勝てば強いとかいう、そういうポイントはあるんでしょうか？いえ、それはですね、関係ないと思うんですけれども、やっぱり主将は誰よりも先に1勝を挙げるというのがポイントになってくると思います。はい、
なので矢島選手がまず一番に試合を終わらせることによって、じゃああと4人であと2勝だねという感じでチームは戦っていけるので、ちょっとやっぱり真ん中が勝つというのは楽かもしれません。なるほど。関東第一高等学校主将は今映っております矢島聖羅選手3年生、そして対する中津南高等学校の主将は2番席に座っている江淵穂高選手、こちらも3年生です。はい、今映りましたね、奥から2番目の選手が主将、この2人の選手が早く勝つかどうか、これが一つ勝負のポイントになってくるのかもしれません。増水さん、この団体戦というのは画面から、ね、それぞれの札を詳しく見ていくことはできないんですが、競技会場の雰囲気というのはどういったものなんでしょうか。そうですね、やっぱり選手はもうピリピリしてますし、周りもさっき私も行きましたけども静まり返って本当にいい環境になっていると思います、うん、またコロナ禍の時からちょっと声かけができないというのもありますので、選手同士きちっとアイコンタクトしたりですね、札を拾ってお友達に仲間に渡すときにちょっと目を見たりとか、そういう仕草が見られるのはすごくなんか喜ばしいな、いいなと思います、うん、個人戦と団体戦の大きな違い、一番の大きな違いというのは増水さん、どんなことにところに感じられますか。そうですね、やっぱり団体戦はチームで勝つということなので、自分が負けてもチームが勝てばいい、じゃあ自分は強い相手と当たってしまったら最後までとにかく粘ろう、守ろうと、個人戦の時とは違う戦略がありますよね、うん、逆に強い人はやっぱり一番に勝たなきゃいけない、みんなを勇気づけようと思って気合い入れて、それこそ前半から個人戦ではそんなに飛ばさなくても団体戦ではバーッと飛ばして大差で勝つとか、そういった戦略もあるかと思います。なるほど。それでは個人戦と団体戦ではやはり戦い方が全然違ってくると。そうですね、また個人個人で力の発揮の仕方も違うんですよね、個人戦より団体戦の方が力が出るっていう人もいます。はい、どちらのチームも素早く手が伸びているような印象ですけれども、ここまでの勝ち上がりをご覧になって、まず中津南高等学校、気になる選手はいらっしゃいますか。そうですね、江淵さん、主将の江淵さんは本当に強いです、うん、私実は2週間前の宮崎大会で対戦したんですけれども。そうなんですね負けました、3枚差で負けたんですけど、本当に速くて強くて、でその江淵選手と対戦した後にすぐに今映っている江淵選手、ね、はい、江淵さん、はい、大先輩の楠木咲衛生クイーンにすぐ報告して、はい、江淵くんこんなカルタだよって言って、そしたらやっぱり楠木さんも、もう去年はすごく指導したと、ただ今年ちょっと仕事が忙しくて練習に行けてないので、はい、今の彼のカルタがよくわからないけれども、しっかり頑張ってほしいというようなことを言ってました。少しメールでやり取りしました。中津南高等学校といえば楠木咲さんの出身校、はい、ということで指導もされているということですが、増水さん、対戦を2週間前、本当に最新のそうなんですよ、お話ですよね。本当にたまたまで、早いという言葉がありましたけれども、江淵選手のカルタはどんな特徴がありますか。それはもう楠木衛生クイーンの指導が行き渡っている通り、しっかりした攻めカルタかといって守りも取れる、そしてお手つきを一切しないですね、確実なカルタです。ダイナミックな払いが特徴かと思います、はい、2番席に座っている中津南高等学校の主将、江淵穂高選手、3年生4段の選手です。対する関東第一高等学校、注
ということになりますか。そうですね、矢島選手はもう高校生ナンバーワンというのはもちろんのこと、もうレギュラー大会で常に優勝争いして常に常に優勝してますので、もう今やクイーンに一番近い選手なんじゃないかと思います。花の色は移りにけりの歌うのに、女流選手権、そういった大きな大会の出場経験もあるという矢島選手、柔らかい表情で周りの選手を見ているようなそんな姿も見受けられますが、名倉さんではここで矢島選手の戦歴についてお話しいただけますか。はい、矢島聖羅七段なんですけども、この今月ですね、7月に行われました千葉大会で A 級15回目の優勝をしまして、うん、八段の申請資格ももうすでに持っているということなんですよね。そして先月行われました女流選手権大会は準優勝、これ2年連続です。タイトル戦でも今年3月の選抜大会で川瀬名人に敗れて準優勝、4月のタイトル戦全日本選手権大会も川瀬名人に敗れて準優勝、もう本当にすごい実績をお持ちです。さあ、そんな矢島選手ですけれども、3年生ということで高校生としての戦いは最後の、まあ、この高校選手権大会になりますよね。やはりプレッシャーというのは感じてらっしゃるんでしょうか。さすがの矢島選手といえどもプレッシャーは感じてると思います、うん、やはり1年生の時、2年生の時とはやはり気持ち的にも全く違うものがあると思います。正光さんの経験の上でそのプレッシャーと戦うにはどのようにこう士気を高めていくんですか。そうですね、具体的なことは何もないですが、ひたすら札を暗記してひたすら取って勝つということしかないですね。その勝ちがやっぱり勝ち方とかが後輩に見せられるような綺麗なものであったらなおいいと思います。明日光さんの高校時代というのは1年生の時に初めてこの全国高等学校選手権大会に出場をして、はい、でどんどん勝ち進んで3年生の時に優勝という、本当にドラマのような物語だなというふうに思ったんですけれども、どんな選手だったんですか、高校時代の増光さんは。そうですね、普通ですそう、また謙虚な普通ですけど、うんうん、やっぱり勝ちたいという気持ちはあったと思います ね。で1年の時はまあ出るだけで精一杯、はい、で予選と当時はトーナメントじゃなくてリーグだったんですけど、予選リーグであっさり負けて泣く泣く帰る、うん、2年生の時は決勝トーナメントで出たものの、強豪の県立長泉高校ですね、静岡代表にこれまた 5-0 で負けて泣く泣く帰る、でも3年の時はもう絶対優勝、絶対打倒静岡を掲げて一生懸命練習して、はい、最後にそれが叶ったということですね。個人戦と団体の主将じゃ背負うものが違うよなというコメントもいただいていますか。やはりそうですか。私はちょっともう昔のことなのであれですけど、今のこの矢島選手はやはりすごく背負うものが大きいと思います、うん、部員もすごい数と聞いてますので、この矢島選手の背中を100人ぐらいが見てるんじゃないかと思うとすごくプレッシャーあると思いますね、はい、関東第一高等学校部員の数は60名以上ということで、本当にたくさんの部員がいる大きな部活動クラブになっているということですよね。部員のほとんどは高校で初めて競技カルタに出会うそうなんですが、せっかくやるなら本気でやる、他校の2倍練習しようと毎日畳の上で集まっているということです。それを引っ張っているのが今映っている矢島聖羅主将、3年生7段の選手。
関東第一の1番席の本田望結選手なんですけど、はい、先ほど予選トーナメントで青森県代表の五所川原高校と対戦した時に最初すごく負けてたって聞いてます、ええ、でもすごく負けてそのまま負けるのかなと思ってたらそこから着実に1枚1枚きっちりお手つきすることなく確実に取って最後は勝ち上がった素晴らしいカルタを取ったという報告を受けてます、これはもう関東第一の練習量の賜物じゃないかなと思います。お手つきをしないというのは自分にとってもですけどやはりチームにとってもプラスになりますか？そうですね、お手つきをすると逆にチームにとってマイナスなのでお手つきはしない方がいいです。あの奥にもしかもなくなる駆け抜れば関東第一高等学校の2回戦で青森代表の五所川原高等学校と対戦していますが5対0で関東第一高等学校が勝っているという戦いになっています。それでは中村さんから学校紹介をしていただきます。まずは画面向かって左側大分県代表の中津南高等学校です。勝って勝って勝ちまくれの合言葉のもと2006年に高校選手権優勝を成し遂げた楠木咲先輩たちの功績に続けるようチームワークを大切にして日々の練習に励んできました。去年の団体戦は準々決勝で敗れましたが先輩たちの思いを受け継いで去年の結果を超えられるように全力を尽くしたいということです。激しがれとはよらぬもの走りの山ぶりの続いて画面向かって右側東京都代表の関東第一高等学校です。2014年の創部10周年を迎えています。3年連続の選手権大会出場となりました。去年は念願の初優勝を果たし今年度は連覇を目指します。部員のほとんどが高校で初めて競技カルテに出会ったということでずっと百人一首が好きだったという人ばかりだということです。せっかくやるなら本気でやる他校の2倍練習しようと毎日畳の上に集っていますとのことです。中村さんから学校紹介をしていただきましたが今コメントで富士高校も行政高校も出てないのはやっぱりちはやふるの影響で選手の方がどこも熱くなったからだと思うというコメントがあったんですが増光さんこれデータを見てみますと今上がりました行政高等学校東京都代表こちらはですね優勝回数がこれまでに13回、静岡県代表の富士高等学校は12回という優勝経験がある学校なんですね。そこを倒して今回このチームは出てきているということなんですがやはりちはやふるの影響というのは大きいですか？そうですね、ちはやふるの影響とあとこの YouTube ライブの影響も大きいと思います、はい、私が教えている母校の筑紫女学園もですね5年前の YouTube ライブで筑女が戦ってるのを見てそれに憧れて入りましたという人もいます。この中継が選手の一人の何かを決める一歩になっていると思ったらこう責任の重さを感じますが今久米原さんが立ち上がって2番席の選手のところに行きました。2番席の選手が手を挙げていたので今そのところに行って見ていましたね。流れ的に関東第一が全体的にリードしていますね、はい、1番席だけ中津南がリードしているように見えます、はい、一番奥の席1番席です、はい、雲隠れ西輪の月かな綿の原やそしま
1番席左側に座っているのは中津南高等学校の森口佳穂三段、はい、2年生の選手です。そして対する右側が関東第一高等学校の本並優希三段、2年生の選手。知らずに風の吹き軸秋野の、まだ大きな差はどの選手もないのかなというところですけれども、次2番席を見ていきましょう。2番席左側が千早ブルの札が呼ばれましたね。2番席こちら左側が江口穂高四段の選手、3年生です、主将です。対するが右側小西美佐子五段、3年生の選手、副将です。2番席は6枚ほど差が開いてますね、はい、関東第一がリードしています。続いて3番席です。左側が中津南高等学校島田桃子2段、3年生の選手、4勝です。そして対するが矢島聖羅選手7段、3年生、主将の選手です。ここはもう矢島選手もう気合も入って強いと思いますので、はい、島田選手はのびのびと自分のカルタを取ってくれたらと思います。鳥を見せてくれている矢島聖羅選手、さすがといったところでしょうか。続いて4番席見ていきましょう。4番席左側が中津南高等学校小笠原美咲四段、2年生の選手、副将です。対するが関東第一高等学校いつのひろき四段、3年生の選手、三勝の選手です。関東第一がリードしてます。あ、でも今小笠原選手取りました ね、 取りましたね、はい、頑張ってほしいです、はい、そして1番手前5番席の選手、左側が工藤由里3段、3年生の選手、3勝の選手です。対するは森田翼3段、こちらは2年生の選手、5勝の選手となっています。はい、ここは5枚差、5枚リードがありますかね。関東第一がリードしています。でも工藤選手も強い B 級なのでまだまだ頑張れると思います。さあこの試合読手は楠田紀之、日本カルタ協会の専任読手。夢ばかりなる枕に、審判長は土田正史公認審判員となっています。うん、今掛け声がありましたね。団体戦ならではのこの掛け声、ホトトギスやはり早いですね、こうやって今立ち上がった選手が札を取ったと思うので、今関東第一が1人2人立ち上がって、中津南が3人立ち上がったので、はい、中津南が3人取りましたね、はい。中津南は去年のリベンジもあります。負けられないという強い思いがあるでしょう。ただやはり強い関東第一も負けていないというところで、この後どんな試合展開になるのか楽しみです。さあこの団体戦、先ほど掛け声もありましたが、増光さん、チームワークの作り方が大事になってくるのかなと思うんですが、ポイントなどありますか？そうですね、有明の月園港、
一時決まりがどんどん出ますね。掛け声でやはりチームや自分を鼓舞して戦うっていうのが今まで団体戦だったと思います。ただコロナ禍で掛け声が全く一切禁止になり、必ずマスク着用になり、またそういって大会が中止になって、そこを開けてまずマスクが取れて、掛け声も最初と最後だけ認められるようになって、そしてようやく今年は最初と最後に加えて試合中も全体の声かけだけは OK ですよというふうになったので、徐々に段階を踏んで掛け声は解禁されていると思います。一人じゃないというところが本当に気持ちの持ちようであったり、それがプラスにもプレッシャーにもなったりするんですが、それが団体戦の醍醐味といったところですよね。さあ今コメントで楠田さん、読書の楠田さんが母校のこの熊本高校の舞台で読めるのはみたいなコメントがありましたけど、ちょっとこちら調べきれてないんですが、すごいこれまた巡り合わせになりますね。そうですね、楠田さんは、熊本高校から九州大学なので、今日熊本高校2回目ですよね、はい、そしてこの準決勝の場で千人読書で読みをするというのはすごい巡り合わせだと思います。はい、熊本高校の戦いはサブチャンネルでお届けしていますが、熊本高校は39年ぶり2度目の全国大会出場ということで、この特殊の楠田さんは熊本高校のご出身。今日この試合審判長を務められている土田正志公認審判員なんですけれども、増光さんとは切っても切れない関係があるというふうにお伺いしています。そんなことはない、そんな深い関係はないんですけど、名人戦とクイーン戦に初挑戦が一緒の年だったんですね、土田さんと。はい、土田さんは私の2つ下なんですけれども、大会では当たったことないんですけど、2000年の名人戦クイーン戦に共に挑戦者としてその舞台に立たれていたという、声が聞こえます。いいですね。すごく集中してますね、両チームとも。水色のシャツの、はい、土田さんですね。今映っていますね、はい、読書の右側に立っているのが土田さん。今日のこの試合、公認審判員として審判長を務められています。はい、今映ってますね、土田さん、はい、2000年に増光さんと共に挑戦者として名人戦クイーン戦の舞台に立っておられた方。これまたその大会で増光さんが解説をしているという、これもご縁ですね。そうですね、ここで場に並んでいる札の情報なんですが、画面左側、中津南根高校対画面右の関東第一高等学校です。1番席なんですが、こちらは大きく差を開けて関東第一高等学校がリードしています。そして2番席なんですけれども、こちら関東第一高校がリードしていましたが、副将の小西美佐子選手に、中津南高等学校の主将江口穂高選手3年生の選手が追いつきそうといういい試合になっています。
小西選手が4枚リードしてますね今。ふるさと寒く衣を打つ2番席関東第一の小西選手4枚のリードです。朝もらけうちの川切り食べないに江口選手が綺麗な囲い手で取りましたね。これで3枚リードで、はい、まだまだ分かりません、うん。江口選手は主将ということでやはり勝ちたいという気持ちもひとしおでしょうから、はい、まだまだ分からないそういったところ、はい、増光さんどうでしょう、まあ、遠目からにはなりますがこの2校の対戦ご覧になってまだまだ分からないといったところでしょうか。そうですね、本当にまだまだ分からないです。3番席の下田選手もですね最後まで粘ってほしいと思います。昨日の選手宣誓で矢島選手が最後の1枚まで諦めないっておっしゃってたので、はい、まさにその精神で最後の1枚まで諦めないでほしいです。選手宣誓をした矢島聖羅選手、まさに高校のカルタ界注目のそんな選手、そしてカルタ界の中でももうこの名前を知らない人はいないんじゃないかというぐらいのそんな選手です。みそぎぞ夏の終始なり今札を取ったのは荒川由里さんでしたかね。そうですね、その姿も今見えましたね、はい、荒川元クイーンが後ろにいらっしゃいますね、はい、さあ第46回全国高等学校選手権大会準決勝で今お届けしているのは大分県代表中津南高等学校そして東京都代表関東第一高等学校の試合です。花より他に知る人もなし何はえのさあ読書の楠田さんのお話がありましたが私紹介で日本カルタ協会とご紹介してしまいましたが失礼いたしました。全日本カルタ協会の専任読書でいらっしゃいます。申し訳ございません。全日本カルタ協会の専任読書楠田紀之身を尽くしてよ恋渡るべき安らわれ魂もではここでお知らせがあります。先ほどまで対戦会場になっていました近江漢学館1階の朝日の間ですが現在は浦安の間の対戦をモニターで見られるようになっています。他校の皆さんがベスト4の戦いを食い入るように見守っていらっしゃいます。さあそして場に並んでいる札ですが1番席画面向かって左側中津南高校が残り5枚対戦する画面向かって右側関東第一高等学校が残り16枚、中津南高等学校がリードしています。さあ1番席が大きく差がついています。中津南高等学校がリードというところ増光さんいかがでしょうか。森口選手素晴らしいですね。同じ三段同士の対決ですがこのペースでいくと矢島聖羅選手より先に1勝を挙げられるかもしれません、どちらが先に1勝を挙げるかというのは大きいですね、はい、頑張ってほしいです。どちらも三段そして2年生同士の戦いとなっている1番席の対戦です。目覚めぬあの敵森何しようはさあ3番席矢島聖羅選手の札ですが残りが6枚ですね。着々と札を減らしているといったところでしょうか。はい、
1番席と3番席がほぼ勝負が見えてきましたので、2番席、4番席、5番席がポイントになるわけですが、4番席、5番席札見えますでしょうか。おそらく2番席はですね、接戦になると思うんですね。はい、見えました。4番席、5番席の接戦ですね。そうですね、こちらも接戦です。これは4番席の小笠原選手と逸野選手の対戦。今2枚差でリードしてましたが、今小笠原選手が取りましたので1枚差のリードになります。1枚差で関東第一の選手が勝っていますが、これはもうはっきり言って分かりません。はい、こちら4番席は副将の小笠原美咲選手、2年生の四段の選手対3勝の逸野弘樹選手、3年生の四段の選手の対戦、1枚差となっています。拮抗した戦い。そして5番席の対戦も見ていきます。5番席はこちらも1枚差ですね。いい戦いになっていますね。左側が3勝の工藤由里選手、3年生3段の選手、右側が5勝森田翼選手、2年生3段の選手です。はい、こちらも大接戦です。コメント欄も盛り上がってきています。楽しみ、面白くなってきました。パチパチ、そしていいアングル、カメラさん頑張るという技術さんへの応援コメントも来ています。カメラさん頑張ってくださいね。どの試合も見たい、カメラ足りない、本当そうなんです。少しでも臨場感をお伝えできるように頑張ります。さあ、接戦した対戦もあります。大きく差がついている対戦もあります。ここからのポイント、どこになってきますか、増水さん。そうですね、4番席5番席はもう大接戦なので、あと2番席の江口選手が今も札取りましたけど、やはり3枚差以内でついていくことですね。それ以上離されないことが大事です。それにしても2番席関東第一は副将の小西美佐子、3年生の5段の選手なんですけれども、早かったですね。今早かったですね、もうここに来て完全に調子が上がってますね。はい、江口選手、中津南高等学校の主将ということで勝って勢いをつけたいところですけれども、どこまでついていくか一つポイントになってきそうです。はい、1番席も3番席もそれぞれ枚数が減ってきていますね。そうですね、先に1勝を取るのはどちらの高校か。はい、さあ1番席左側、中津南高等学校の森口選手ですが、残り4枚でしたね。はい、リードを広げています。人づてならね、ゆうよしもがな、はるじて、素早く取っていきます。素晴らしい、2年生森口選手、はい、気を緩めずに一気に行ってほしいですね。やはり先に1勝を取るというのは大きいですよね。そうですね、そしてまだ2年生3段の選手がこれだけ頑張っているので、隣で江渕主将はやはり頑張らないわけにはいかないと感じていると思います。はい、そして3番席見ていきましょうか。3番席矢島聖奈選手がリードしていますが、残り枚数がこちらも3枚ですね。残り2枚になりましたね。はい、1番席も残り2枚となっています。さあ、この1番席3番席の対戦でどちらが先に1勝目を取るのか、一歩も譲りませんね。ここ
が一つ大きなポイントになるという松光さんの話もありました。ちょっと江渕首相がリードされ始めてしまいましたね。ここ踏ん張りどころだと思います。はい、心にもあられ浮世に流れも掛け声も聞こえてます。さあ1番席残り1枚でしょうか。1番席の中津南高等学校森口選手の札が残り1枚に見えます。このまま1勝目を取っていくのか。ただ2番席も今1枚江渕選手を取りましたから。そうですね、取りました。離されないようにと必死についていっている、そんな様子でしょうか。そして3番席は関東第一の矢島選手が残り2枚、そして4番席5番席は拮抗した戦いということで、まだまだどちらに転ぶかわからないといったところ。緊張感が高まってきているのが画面越しでも伝わります。5番席は2枚差で関東第一がリードしてますね。はい、5番席はほぼ同じくらい。さあどこが1勝目を取るのか。今1番席が結果が分かりました。1番席の森口佳穂選手が1勝目を取りました。中津南高等学校が1勝目を挙げています。中津南高校と関東第一高校の準決勝の試合、1番席の森口選手が1勝目を挙げています。増光さん、いかがでしょう。素晴らしいの一言ですね。森口選手2年生、矢島選手より先に終わりました。素晴らしいです。はい、足のまろやに秋風の吹く朝中のこの地の花を。さあそして今矢島選手も残り1枚というところになったんでしょうか。さあここで同時に行われていますサブチャンネルの試合です。熊本高校と浦和明けの星女子高校の対戦ですが、1番席は浦和明けの星女子高校が勝って1勝としました。1番席主将の熊本高校宮口真奈美選手を浦和明けの星女子高校の8勝結城美代選手が下しています。緊張した場面が続きます。中津南高等学校と関東第一高等学校の準決勝、1勝目は中津南高等学校が取っています。3番席矢島聖羅選手残り1枚というところ、そして2番席も関東第一の小西選手がこれ残り2枚でしょうか。残り2枚か3枚か、はい、2枚のような気がしますね。そうですね、2枚、あ、前には1枚ありましたね。ありますね、3枚ですね。4枚ですね。あ、はい、残り4枚なので、4枚差ですね。これ以上離されずに終盤戦に持っていきたいところですね。はい、小西選手としては一気に勝ちたいところだと思いますね。はい、先ほど1勝を挙げました大分県代表の中津南高等学校ですが、1番席5勝の森口佳穂選手なんですが、関東第一高等学校の7勝本田美幸選手に13枚差で勝っています。13枚差、大きく差をつけての1勝目の勝利となりました森口選手。最初からまあ勢いよく札を取ってリードを離さない、リードをこう縮ませなかったっていうところでしょうか。5番席ちょっと関東第一のリードが広がりましたね。はい、
4番席は接戦です ね, ねいい試合です。4番席は中津南高等学校小笠原選手、うん、そして関東第一の逸野選手の対戦となっていますが、札が1枚差ですね、はい、1枚で小笠原選手がリードしてますね。中津南のリードです。さあ拮抗した戦いとなっている4番席、5番席も差はほとんどなかったんですが、少し関東第一高等学校がリードしているといったところ。今年の秋も犬取りましたね。3番席矢島聖羅選手が取りましたので、2勝目は関東第一高校が挙げています。現在中津南高等学校が1勝、関東第一高等学校が1勝ずつとなっています。関東第一高等学校は主将の矢島選手が1勝目を挙げていきました。増水さん、はい、どちらの高校もあと2勝というところですね。3組で2勝です。ナイス、笑顔で今声をかけました矢島選手。いい、ね、今の第一章には後に続いてね、よろしくねっていう気持ちが込められてますよね。今4番席の小笠原選手ものすごく鋭く手が伸びましたね、うん、さすがです。はい、小笠原美咲選手2年生の選手です。副将四段の選手、その間に5番席は今1枚取られてしまったので、またリードが広がりましたね。関一リードとリードです。さあ2番席ですが、こちら中津南高等学校は主将が座っています、江淵穂高選手。差が広まってしまいましたね。5枚差ですか、はい、相手は残り2枚。小西美佐子選手、副将の選手、関東第一高校は残り2枚です。取りましたのは関東第一高等学校の小西選手ということで残りが1枚、うん、さすがですね小西選手。小西選手は残りが1枚。さあサブチャンネルでお送りしています対戦ですが、浦和明の星女子高等学校の3勝水谷真由子選手が熊本高等学校6勝の工藤博人選手を倒して2勝目を挙げました。江淵選手取っていきます。はい、最後の1枚まで粘ってほしいです。去年の準々決勝でこの中津南高等学校と関東第一高等学校は当たって戦っています。その際は3対2で関東第一高等学校が勝ちということになりましたが、中津南高等学校は打倒という強い思いもあるでしょう。まだまだ分かりません。今音が入りましたかね、読みが止まりましたね。5番席も残り1枚になってますね、はい、5番席の森田選手、関東第一高等学校の選手、残り1枚となっています。2番席試合が決まりました。小西選手が残りの1枚を取りまして、5番席の森田選手も同時に残りの1枚を取ったということで勝負が決まりました。決まりましたね。関東第一高等学校が先に3勝を取りましたので決勝戦進出となります。はい、中津南高等学校の森口選手、1番席の森口選手が1勝目を大差で取ったんですが、やはり強かった関東第一高等学校、先に3勝を挙げて決勝戦進出を決めています。最後まできっちり2勝目を小笠原選手挙げてほしいですね。
着がついても最後の1枚が読まれるまで、最後の1枚、最後の1試合が終わるまで試合は続きます。この姿も増水さん美しいですよね。最後まで本当に諦めない姿、うん、そうです。もう試合は決まってても最後きっちり勝ちに行くという、そこがまた団体戦のいいところです。はい、矢島選手は後ろの試合が気になっているようですね。決勝の相手はどっちかなと思ってるんですかね。はい、サブチャンネルでお送りしている熊本高校と浦和明星女子高校の対戦も続々と続いていますが、さあ今3番席、そして5番席の試合が残っているというところ、こちらは明けの星女子高等学校。牛と道をこい今は恋意識八重村、明けの星女子は去年は3位だったということで、はい、決勝に上がりたいという気持ちもあると思います。熱いですもんね。浦和明けの星女子は優勝経験もありますし、常になんかベスト4ベスト8には常に入っているイメージがありますので、はい、団体戦の勝ち方もよく分かっていますよね。対する熊本高校は39年ぶり2度目の全国大会出場ということで、全国大会常連校に強い気持ちで挑んでいます。そうですね、主将の宮口選手でさえ去年の秋は C 級でしたからね、うん、まだみんな B 級歴も浅い、そんな選手たちでここまでの快進撃は素晴らしかったと思います。いや、まだ続いてますね失礼しました。どこぞ見えね秋は気に入り世の中を手に入れるのが中津南高等学校の4番席小笠原区長、残り1枚となっています。最後まで取り切りたいところ。ではここでサブチャンネルの情報です。チャンネルですが、一番席は浦和明けの星女子高等学校が1勝、そして2番席浦和明けの星女子高等学校がここで2勝目を挙げています。3番席は今拮抗しています。4番席は熊本高等学校が1勝を挙げています。5番席こちらも拮抗している状態です。メインチャンネルでお届けしている中津南高等学校と関東第一高等学校の戦い、関東第一高等学校が先に3勝を挙げたので決勝戦進出を決めていますが、残り1試合、4番席の小笠原選手といつの選手の戦いは続いています。中津南高等学校の小笠原選手、残り1枚といったところになっています。ここは中津南高等学校の小笠原選手、どうしても取りたいといったところですよね。そうですね、ここはもう負けてしまっているので、チームがもう最後ということで、最後の1枚もしっかり取り切りたいと思っていると思います。人も身をも恨みざらまし、心は目に取りましたね。いい取りでしたね、最後の1枚。中津南高等学校の小笠原選手と関東第一高等学校のいつの選手の試合、4番席の試合は中津南高等学校の小笠原選手の勝利となりました。さあ、お送りしておりました第40